4つ目見えたんですね。浅見の観浪層、観層もないですね。あ、浅見の観浪層、ないですね。はい。間違いないです。さあ、トンの3曲は全員能天で流曲。これ、岡田としては、加点の、まあ、加点ができたら、ものすごい、いいリードになったんですが。まあ、引かなかったからしょうがないですよね。あとは、浅見もがっちりガード、途中までね、攻めてたんですけど、泣かれずに進行して流曲となりました。さあ、トンの4曲。松ヶ瀬親番。でもちょっと、4統一か、アキナドラ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 ですよ。アキナ来た、これはチャンス。しかもこれ2面積できていて、ちょっとまあ射程距離がない、そういうのはいいです。まあ一応ありますよね。一応ありますけどね、はい。おこっちもいいですね。いいですね。岡田と、水原の手がいいです。浅見、がどこで浮上してくるか。昨日私水原さんと晩ご飯食べたんですよ。仲良しじゃん。そうなんですよ。仲良しじゃないですか。はい、晩ご飯食べて、はい、やっぱその時にすごい、まあ、ファイナル楽しみで、明日からってことですよね。はい、パイレーツはその優勝した年しか実はそのファイナルに行ってなくて、はい、でその年は結構その、まあ、連れてきてもらった感じがあったから、はい、今年は自分もその一緒にチームメイトの力になって、みんなで一緒に優勝したいっていうことを言っとくねって言ってくれたので、なるほど、伝えておきます。優勝年度以降ね、パイレーツはこうかなり、苦戦したシーズンが多くて、はい、ファイナルもそれ以来ですし、やっぱりこう大きなことというと、チームメイトがね、はい、2人変わったんですよね。レギュレーションに抵触して、チームメイトの石橋さんとそして朝倉さんが、対談となって、今優選手と中林選手が入って、まあ、水原さんが言うにはそれをきっかけにこう離れていったファンもいたし、新たなファンも獲得できたと。で、まあ、この4年目のファイナル、これ今日がこれが終わった時には全部それ全部含めて良かったねと言えるような優勝にしたいんだというふうに、こうかなりねやっぱり思いが強いなっていう感じしましたね。はい、いいとこ引いた、一気通貫、完璧な雲ドラのポンテ、ウーソポンテポンしてテンパイどうですか。タンヤをドラドラ、ちょっと持ってないですね。これは決めたいですね。ちょっと持ってないですね。満貫以上にしたいですよね。じゃあドラのポンだけ、だと思います。わー、岡田も来たよ。土マンパソメンピンイペーコアカー、ぶつかり合いますね。高めドラ、いやパイレーツとサクラナイツがぶつかるか、なんだ、いや難しい。まあ、急走が今多いで多い気がしますね。イーソイチギレ、いや一通にしたい。私はバイマン見るんやで、こういうの難しいですよね。これバイマン見てますよね。見てますね。はい、まあ、あとやっぱ1の方が上がりやすいっていうのもあるかもしれないですね。出て、出てハネマン、あ、ただここにいる磯場1、そして松ヶ瀬に2枚、残り1枚。まあでもね、この形地層引いてもね、まあそうなんですけどね、はい、ただ磯引いた時だけ正解ってことですよね。このそうですね、磯引くか磯出るかっていうのは、はい、あとはあ、そっか、まあ急走切っててもポンはできますもんね。あ、リーチかな、うわー、ハネマンツも狙いった、高めパーソを引いてのリーチだ。岡田ドラガンもないんですよね。浅見さんのところにも統一で入ってて、スマがない、はい、7万は3枚残ってます。お、ちなみに引いたパーソ4つ目だったんで、おー、はい、ハイレベル、はい、もうラスハイ関係ないわ、いけないね、はい、今日の私は過去最高の内容を見せる。これだって水原だって臨戦対戦ですよね。浅見さんもですよ、ドラドラの衣装。もう両方一歩も引かないぞぐらいの構え、浅見さんも水原さんも行くぜって言ってますよ、ね、はい、松ヶ瀬はちょっと飲まれてますね。いや、そうですよね、はい、この女性陣のバチバチな感じ、はい、なんか怖えなこいつらみたいな。あ、これポンポン点じゃない、ポンポンします。松ヶ瀬がね、カンウピン、どっちも取ってない、カンウピンで赤で8000だ、嘘です、カンサンピン。嘘です。これは1枚かな、あんこか、うん、松ヶ瀬これでも一応筋なったけど難があって、あー、でも難の後は、まあ、まあまだ、はい、シャイちぎれ、シャイになりそうですけどね、あ、チーマン掴んじゃった、これ打つね、打つよ、全然打つ、無理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 、岡田が来るぞ、リーチピンフリーペーコー赤8000点の上がり、でかい、トンバ
上がり3回、うん、全部岡田、自分の親だけ脳天というなんかよくわからない点数の増え方してますけどこっからもう岡田行くかもしれませんよ。いやこれだってその素点もすごい欲しいんですよ、ドリブルと桜ナイツって、はい、なんでこれ1トップだけど、1.7 トップ分ぐらい取ってやるわっていう風に伸ばしていきたいですよね。素点も行きたいわっていうことですね、うん、さあ続きましてトップとなりました角川さくらナイツ岡田紗佳香選手です。トップおめでとうございます。ありがとうございます。ようやくダブルピースが出ましたねそうですね、今季初っていうことで、はい、よかったです、はい、さあファイナル開幕、このチーム初戦もしっかりトップとなりましたけれども、今の率直な感想としてはいかがでしょうか。いや本当に嬉しいですね。セミファイナルねちょっと本当に不甲斐ない成績になってしまったので、ファイナル初戦任されたからにはまあ何でもいいからちょっと結果が欲しかったですね、はい、かなりこの今日に向けて準備もしっかりしてきたと。そうですね、はい、で始まる前にねちょっと実はちょっと泣いてしまって、堀さんの背中叩く送り出しが痛すぎてちょっとめっちゃマジで本当に涙出ちゃってちょっと今日大丈夫かなと思ったんですけど、逆に良かったかもしれないです、はい、これ今お話ししちゃうと次出る時も同じ力になるかもしれないちょっとマジで本当に痛かったんでちょっと帰って背中ちょっとどうなってるか怖いですね、はい、なんか岡田選手がこう今日の試合は過去一の内容でこうやりたいっていう風に、はい、言っていたっていう風に聞いたんですけど、はい、堀選手の力が過去一だったかもしれない。それはそうでした本当に一番痛かった今までで、はいはい、ちょっとこれも伊達さんからのリークなんですが、はい、メイク室で清めのスプレーをしていたという確かになんかメイクさんも持っててミジョンソレットも使わせてって言いました、はい、ちょっとファイナル流行っちゃうかもしれないですね。そうですね、もう二度とその方にはメイク室には持ってこないでほしいです、はい他のチームに使われないように使われないように、はい、私の時だけ持ってきていただいてっていう感じで、はい、この声は一体届いているんでしょうかお願いします、はい、さあということでチームとしては素晴らしいスタートとなりました、はい、最後には応援してくれている皆さんにも一言お願いいたします。はい、ファイナル初戦トップ取ることができました、実はファイナルは個人として7戦目なんですけど、人生通して初めてトップを取ることができて本当に嬉しいです。まだねポイント差はだいぶあるんですけど、一戦でもトップ取ることがかなり光になると思うので、これから他の選手にも、もう私も頑張りますので最後まで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上本日1戦目トップとなりました角川さくらナイツ岡田